落ち着きがないわね。あの子のことが心配なの。気になることがあるなら遠慮なく言ってちょうだい。この世にメモキーパーほど心理療法士に向いている存在はいないわ。そうね。じゃあ安心して眠りなさい。私がね。親愛なるお客様、ピノコニーへようこそ。見慣れた部屋に戻ってきた。こっちよ。どうしたの？気分でも悪い？そう、それならいいの。あなたが奥室に敏感で、他の人より無境の影響を受けやすいことは知ってるわ。これも私が特別にあなたに付き添う必要がある理由よ。その苦しみは私が楽にしてあげる。安心して、あなたの仲間も無事だから。夢に入る前に二人に小さな首飾りを持たせたの。これで私は記憶域の中で彼女たちの存在を感じることができる。彼女たちはすでにそれぞれの部屋で目を覚ましたわ。これで気兼ねなく私と一緒に来てくれるわよね。時間は待ってくれないから、早くロビーに向かいましょう。ナノの部屋は端の方だったよね。まずはナノと合流しよう。
あなたが何を考えているのかわかるけど、残念ながらあの子はこの中にはいないわ。ここも彼女の部屋じゃない。記憶域に足を踏み入れた瞬間から現実の建物構造は意味がないの。感じる。彼女は今遠くにいるわ。同じようにナビゲーターさんの言うロビーを見つけるにはもう少し工夫する必要があるわね。この足取りもおぼつかない哀れな子たちは。おかしいわね。ここには他の人間の気配を感じるわ。この一瞬鳴り響く。え、彼女はこんなことがあり得るの？ここはまさかスタッフがいないのか？どうしてあなたたちが？ああ、彼女が私の言っていたメモキーパーだ。二人とも挨拶はそのくらいにして、今は力を合わせてこのおもてなし好きの子たちに帰ってもらいましょう。力を合わせてか。光栄だな。あなたたちの協力に感謝しよう。目は巡る。取るに足らぬ。トーン！ランス、戦闘準備。やっと静かになったな。ところで、二人はどうしてここに？それは、こちらが聞きたいのだけど。今ピノコニーでは秘密の話題が、時計屋や遺産、悪夢といった根拠のない噂話が飛び交っている。その出どころに興味を持って、噂通りの方法を実際に試してみたら、本当にここにたどり着いてしまったんだ。あなた、何か隠しているんじゃないでしょうね。隠す？メモキーパーの前でそんなことできるわけがないだろう。とにかく二人ともいいところに来てくれた。この無境は危機に瀕している。目的が一致しているなら、私と一緒に行かないか？私ならあなたたちを守ることができる。そして記憶域では私もメモキーパーの助けが必要だ。それに
もしファミリーに出会ったら、一人でも多い方が釈明しやすい。それは、あなたはどう思う？ありがとう。心から感謝する。またあなたに同行できて光栄だ、ブラックスワン。ええ、それが本心だといいのだけど。どうして上下が逆さまに？記憶域の形は刻々と変化しているの。なんとかして天井まで行かなければならないわね。今いるのがその天井だが。ヨミさんの言う通りね。とにかく上にある地面まで登らないと。もちろん柱を登っていくわけじゃないわ。あなたたちに記憶域で行動するための小技を教えてあげる。どう？屋室があなたの周りを流れているのを感じる。次は適当な場所を探して壁を歩いてみましょう。
人体は皆脆いがゆえに美しい。お、成功だ。まさか本当にできるとはな。メモキーパーにとってこの程度の記憶域は子供の遊び場に過ぎないわ。さ、正門から出ましょう。ここは行き止まりか。うまくできたわね。あなたには記憶の才能があるわ。エレベーターがある。ロビーのものとそっくりだな。これに乗れば目的地に着くはずだ。でも前方の記憶域はかなりひどく歪められているみたい。二人とも気をつけて。ほら、そんなに簡単ではないと言ったでしょ。ここはどこかしら。このドアも鍵がかかっているのか。このままじゃキリがないわ。やっぱり私にやらせて。この記憶域は歪みすぎているわね。少し優雅じゃない手段を取る必要がありそう。二人とも少し時間をちょうだい。ああ、あった。この無境の中心が見えたわ。ファミリーの人間がいる。他にも何人かが手探りで進んでいるみたい。あなたの仲間もうまくいっていないようね。一人、二人、三人。え？三人？この三人目は、ロビーへの道を探している。待って、これは。前にあなたと一緒にいた女の子。私にもわからないけれど、記憶域に見覚えのある影があって、それが彼女の感じに似ているの。彼女には何か無境に入らなければならない理由でもあるの？
彼女は走ってる？いえ、これは逃げてるのかしら。彼女の後ろに何か。まずいわ、二人とも先を急ぎましょう。事態は急を要するわ。今回は例外的な手段を使ってあなたたちを連れて記憶域を突破するしかない。記憶域から彼女の思考をいくつか拾い上げたの。これはあなたたちが彼女に対するイメージを組み立てるのを助けてくれる。この思考を頭の中でしっかり掴んで整理して形にしてちょうだい。さっきよく知っている記憶をいくつか補足したのだけど、ここに現れた友人は彼女だけじゃない。あなたたちが遭難した時現場にいた第三者、あの記憶域ミーム、あれもそこにいるわ。早くここを通り抜けて。この品で最後だね。鳴り響き。
あなたは大丈夫か？こっちを見て、落ち着いて深呼吸するんだ。いいな。私がやるわ。落ち着いて。あなたは大丈夫。こんな時に申し訳ないのだけど、私はしばらくここを離れなければならないの。まだ死はうろついている。姫子さんと美月さんの安否を確認して警戒を続けないと。彼女のことはあなたに任せるわね、ヨミさん。こんなことになってしまってすまない。あの少女に気を取られて見過ごしてしまった。私のためらいが彼女を死なせてしまったんだ。本当にすまなかった。だがあの時、私が刀を抜くことを選んでいたら、すまない。私に選択の余地はなかったんだ。あなたの怒りは理解できる。甘んじて受け入れよう。だがまだその時じゃない。私たちは真の敵がどこに隠れているのか、それに対抗するにはどうすればいいのか、しっかり考える必要がある。心の痛みに思考を振り回されてはいけない。自分を保たなければ、正しい道は歩めないんだ。敵に情けをかける必要はない。それは己に対する残酷な行為だからだ。だが、真の敵が誰なのかはしっかり見定めなければならない。以前、こう諭されたことがある。あなたは、刀を振るう意味と代償を知らなければならない。多額の血の負債を抱えた人間があなたに送れる唯一の忠告だ。二人とも、ただいま。姫子さんから伝言よ。悪いニュースといいニュースがあるわ。状況は分かったわ。あんたは彼女を連れて安全な場所まで避難してちょうだい。余裕があればそのホタルのことを先に調べても構わない。後でクロックボーイの彫像の前で合流しましょう。
そういうことだから、姫子さんに頼まれた通り二人を連れて現実に戻ろうと思うの。あなたが無事でいてくれてよかった。出発しましょう。話の続きは安全な場所に着いてからね。ブラックスワン、転送ゲートを開くつもりはないのか。転送ゲートを使うのはおすすめできないわね。彼女の精神状態はまだ不安定だから、さっきのような乱暴な移動はできるだけ避けたいの。それに撤退するときに蛍さんのために何かできることがあるんじゃないかしら。この辺りには彼女の痕跡が残ってる。それが完全に消えてしまう前にあなたたちの記憶にしましょう。道すがら調査ができるならそれもいいな。それじゃ出発しましょう。まずは別の道を探さなければならないけれど。すまないが、あと数分だけもらえないか。まだやり残したことがあるんだ。死があなたの長い夢を終わらせますように。そしてあなたを目覚めの世界へと導きますように。行こう。こっちよ、ついてきて。どういうこと？屋室が急に暑くなった。あなたも気づいたか。まるで何かが燃えているような。
ゼル。チェックメイト。素晴らしいと、さようなら。パン。本質は同じ。引けば。ホン。どういうこと？屋室が急に暑くなった？あなたも気づいたか？まるで何かが燃えているような。呼吸するその感覚。優美な身根は巡る。トン！チャンスだよ。立ちなさい。元気か？落ち着いて。人体は皆脆いがゆえに美しい。これは焼け焦げた残骸。かすかに火が残っているな。この様子だとまだ犯人は遠くには行っていないだろう。しばらくは歩くペースを落とした方が良さそうね。このモンスターは熱兵器か何かで死んだみたい。燃える記憶ばかり。この深海の中ではひときわ目立つわね。このモンスターは高熱反応で死んだみたい。おかしい。この痕跡は少し前に残されたもので、誰かがここから立ち去ったばかりであることを示唆している。これはさっきのことと何か関係があるのか？その手がかりだけでは私でも推測するのは難しいわ。あなたの直感は何と言っている？以前記憶は嘘をつかないと言っていただろう。これらの残骸の記憶から判断すると、その人物は大柄で平均的な成人男性よりはるかに頑丈、行動に迷いがなく
すべて一撃で命を奪っている。傭兵か、あるいは殺し屋かもしれないわね。彼はロビー側のドアから入ってきて、ホテルのさらに奥へと向かった。だとすれば、これまでに起こったことの全てを見ているはずだけど。前言撤回。できるだけ早く蛍さんの姿が焼き付けられた記憶域に行きましょう。このターゲットの仕事ぶりを考えると、彼の目的地もそこだったとしたら、もう現場には何の手がかりも残っていないかもしれないわ。二人ともこっちよ。できるだけ安全な近道を作るわ。見て、ロビーを離れると構造が乱れる。その廊下を通り抜けて、ミームを驚かせないよう気をつけてちょうだい。目を奪われる輝きだな。この部屋なのか？ええ、正確にはここの真下。二人はメモキーパーのように物理的な構造物を通り抜けることはできないけれど、この部屋の下の階に安全にたどり着けるいい方法があるわ。簡単よ。この大きなシャンデリアが見える？これから私たちは常識に合った物音を作るの。前に教えたことを覚えてる？浴室の流れを感じて、壁を歩いて、そしてそれに近づく。サンゴの石、鳴り響く。
人ぼっちのチェーンがいるでしょ。それに挨拶をしてみて。ほら、常識にも合っているし、簡単でしょ。ここから飛び降りるのか。大丈夫。私が少し操作して、夢の泡を積み上げて、あなたたちを快適に軟着陸させてあげるわ。さあ、準備して。本当に無事に着地できた。なんというか、本当に不思議だな。メモキーパーがいないときは真似しないようにね。それじゃあ。噂を聞きつけてやってきた好奇心旺盛な子たちに、お家に帰ってもらいましょうか。本質は同じ。いいところに来たわね。命の花びら、いずれ風に吹き落とされる。素晴らしい時、さようなら。落ち着いて。トン！この月下で全てを照らさん！月光を剣とす！いえ！全員死。これで邪魔者は消えたわね。さあ、ちょっとしたマジックを披露してあげる。Thank you.